い、どうぞ。皆さん、こんにちは。まあ、先ほど、まあ、戦後の歩みのことについて、語っておりましたけれども、私も一言言わせていただきます。やはり1945年、まあ、先の大戦で敗北したということですね。戦後が一応終わったということになっておりますけれども、その時にですね、その当時の篠原喜十郎内閣、彼はこの戦争は何であったのかということを国民にちゃんとしっかりとこの検証しなければいけないと。この戦争は何だったのか、何が原因で、どうしてこういうことになってしまったのかを国民にやっぱり伝える義務があるという使命感のもとに、戦争調査会というものを40回やりました。そしたら GHQ にやめろということでやめさせられたわけなんですね。まあ彼もいろいろ問題あったにしても心はあったんですね。やはりこの戦争は何であったのかと国民に伝える義務があるということで、これは彼の心意気ですね。やはり一国の首相として最低限やるべきことをやらなきゃいけない、その使命に燃えてしたわけですけれども、彼は40回やって GHQ に止められ、なおかつこれは国家としての個人でやってみると、個人というか、個別に国家ではなく民間でやらせるということで言ったわけですけども、それもやめさせられたんですね。そういう彼の執念があったという事実をまず知ること、そして今サンフランシスコ条約が終わった後、日本は占領されて、回復しましたけれども、すいません、一応独立国家と名目上なったわけです。その時の首相吉田茂首相、彼はこの戦争は何であったかということをやりませんでした。これはおかしい、一国の首相としてこの日本のあの戦争は何であったかをですね検証し伝えるべきであったんですね。そしてこの日本国憲法も占領された時に作った憲法は、これは国際法ハーグ陸戦条約で禁止されているものなんですね。あの憲法は無効であるということも言わなかった。いやーひどいです。ですから東京裁判もそうですよ。負けた勝った国が負けた国を一方的に裁いたということは、これはありえないんですね。そんな簡単な論理さえも吉田茂総理はできなかったんですね。それが尾を引いて歴代の総理も一切できなかったんですね。まあ一瞬安倍元総理は戦後レジームを脱却ということで、まあ一言言ったんだけれども、まあ、彼は気持ちはあったと思いますね。これじゃダメだと、戦後体制の歩みがおかしいと彼は言ったんですね。だから彼は思いがあったけれども、いろいろあってまあ村山談話を踏襲するということであったんだけれども、まあしかし未だにそれが78年過ぎてもなされていないということの現実をぜひ皆さん考えてみていただきたい。あまりに国民をバカにしていると思いますね。で国民もそれについてやっぱり異議を申し立てなきゃいけないんですね。まあそういうことでぜひですね、戦後の歩みのいい加減さ、これをぜひ皆さん考えてみてください。ありがとうございました。失礼します。